そこまで言うなら実力見せてもらおうかな。そっちは人数集まってんだ。せっかくだしあれやろうぜ。連帯直撃よ。よし、いいだろ。じゃあそっちもさっさとお仲間集めておいでよ。いらねえ、俺一人でいい。長一郎、長一郎、なぜこんな。そうですよ、せめて僕たちに。手出しは無用だぜ。なぜか胸騒ぎがした。この直撃で丈一郎が遠くに行ってしまうような。ファーストバウト勝者サイバ丈一郎、セカンドバウト勝者サイバ丈一郎、サードバウト勝者サイバ丈一郎、圧倒的です。手っ取り早く10人単位でかかってきな。まとめて相手してやる。なめるな、クソ野郎。ヒフトバント勝者サイバー丈一郎。どうなってんだよ、奴の脳みそと感覚全部。どうしてこんなことを思いつく。天才だからか。そうだな、いいよな天才は。お前次出ろ、相手してやる。いや、その俺はやっぱり。おいおい、それは通らねえだろ。先を開き続けることがどれほどきついか想像したこともねえくせに気楽なもんだな。おい、そんな半端な覚悟で本気で料理しているなんてわめいてんじゃねえよな。なあ皿を出すつもりがねえならもうやめちまえよ。連帯職人にたった一人で挑んだサイバー丈一郎の完全勝利です。なんか怖いくらいだったな。今までのサイバーと違う。丈一郎素晴らしい。人はやつをあらゆる言葉で呼びたたえた。真の天才、革命家、美味の開拓者。その日丈一郎の呼び名が一つ増えた。シュラ。